外部人材活用サービスのご案内。長野市内の経営者様、企業の人事、戦略立案ご担当者様、こんなお悩みありませんか？新規事業を始めたいが、何から始めていいのかわからない。業務改善のためにも、専門性のある人材が欲しい。若手の新しいアイディアや視点が欲しい。大きなリスクを取らずに、新しいことにチャレンジしたい。長野市で展開されている外部人材活用サービスを通じて、これらの悩みを解決しませんか？ニーズに応じた5つのサービスをご紹介します。1. 長野起業家創出プログラム。首都圏などでキャリアを積んできた企業意欲のある人材と関係性を構築し、事業を進めていくことで、新しいビジネスアイディアの創出や新規事業の立ち上げに取り組むことができます。 2. ベンチャー4ジャパン。優秀かつ成長意欲の高い新卒、第二新卒の若手人材を2年間正社員として雇用することができるサービスです。通常の採用活動では出会えない若手人材を経営者の直下のポジションへ登用し、将来を見据えて事業を推進していきたい企業におすすめです。 3. 長野市ビジネスマッチングセミナー。市内企業が課題解決や企画立案の際に、地方の企業と協業したい首都圏で働くフリーのコンサル人材とマッチングする取り組みです。誘致プロデューサーが人材とのマッチングについて支援するため、最適な人材と出会うことができます。 4. 信州100年企業創出プログラム。高い業務スキルとマネジメント力を生かして首都圏等の企業のコアメンバーとして活躍してきた人材が信州大学の客員研究員となり、課題解決力を高めるプログラムに参加しながら企業の経営課題解決に取り組みます。企業の課題解決が期待できるほか、人材との協業の中で県内の経営者や従業員の方も課題解決力を高めることができます。 5. 長野県プロフェッショナル人材戦略拠点。企業の成長戦略の実現に向けたプロフェッショナル人材を首都圏などから探し、それぞれの特徴と強みを持つ民間人材ビジネス事業者との協力体制で適切な人材をお探しします。またこの他にも外部人材を活用できる民間人材マッチングサービスもございます。まずは外部人材を活用して新しいことにチャレンジしてみませんか？外部人材活用サービスに関するお問い合わせはこちらから。